シャウエッセンのお祭りさん、ね、そう、はい、中にね、はい、じゃあこれをまず溶きして、まずね、ボイルしたシャウエッセンにもうすでに、はいはいはい、入れております。これをこう開いて、レタスはもう十字に切るだけで、そう、シャウエッセンにさ、敬意を表さないといけないでしょ。あ、なるほど。シャウエッセンのことはさ、伝わらないの、何にも、だからもうシャウエッセンはそのまんまそーっとして、こういうのを入れてっちゃってね、はい、どんどんね、こうしてね、これはパリパリして美味しいんですよ。これは何ですか。キューハイですよ。こうやって取って、そうですね、一回揚げて、こんなかね、こうして、はい、パリパリです。ちょうど3分なんで、パンと、はい、もうパンパンですよ、これ、はい、そしたらこういうね、こう刺していくのね、これも豪快に、そう、それでさ、これ分かる、これ、え、何ですか。あ、もっと、あ、まさか、そう、なんと、そう、こう、パリッと、こうですか。こう、はい、パリッと、すごい、まさかこんなことまで準備をいただいてたんですこのパリッとという、ロゴ語のですね、これを数字の8と10に置き換えまして、はい、8月10日を、シャウエッセンの日として認定させていただきました。じゃあこれもちょっとね、ソース混ぜるとき包丁使うから、何もないの何もないの。さすが、今日も爆発的なパワーをいただいてます。わー、美味しそう。よし、できた。はい、はい、完成です。はい、最近なんか心弾けたこと、最近心弾けたこと、弾けたことはいっぱいあるな。たくさんあります。例えば、家族が増えたとかさ、娘はさ、あれよ、食費もいらない、教育費もいらない、何にもいらない、そのまま大きくなって出来上がったまんま、うちにさ、娘として、ね、ただでうちに行ってたんですよ。こんないいことないじゃないですか、2人も綺麗なのをしちゃって、ね、全部出来上がった人間がそのままうちにありがとうございますって感じでね、もう、ご両親にね、向こうのご両親にありがとうございます。ありがとうございます。孫、大至急。だって、それはだって、息子とジュリちゃんの作品だからね、両方が掛け合わせたらば、どういうものができるかって、それは興味ありますよ、私たち。ね。早く作品ね、見たいですね。